夕方の静かな時間、窓からそよぐ風に、外から聞こえる子どもたちの遊ぶ声、心穏やかなひとときです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。フルーツラジオ、ご案内の中根美智子です。今日は自己中心についてお話ししたいと思います。私が最近絡みついてるなと感じるのがこの自己中心、そして自我です。人ともに生きることを決心すると、結構自己中心的な考え方、行動、これが純粋にイエス様と生きることを阻んでいるものだと分かります。ではまずこの御言葉をご紹介しましょう。ルカの福音書9章23節です。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。それではここで一曲お届けしてから本題に入りたいと思います。長澤貴文さんで生きた備え物として。あなたの十字架、我が罪をあがない、真理の御言葉、心を照らす、自分を捨て十字架を負い、あなたについてゆく。あなたの十字架、我が罪をあがない、真理の御言葉、心を照らす、自分を捨て十字架を、捧げます、生きた備え物として、あなたの御心なすために、用いてください、主よ。
自己中心は自分を中心に生きているので、他の人の必要に気づきません。自分しか見えていないので、視野が狭く、周りで起こっていることに無関心です。そのような生き方をしているので、神の時を見失ってしまいます。ある意味、この自己中心は宗教心とも大きな関わりがあるかもしれません。宗教に心がとらわれてしまうと、目に覆いがかかって行うべき正しいことを見失ってしまうのです。イエス様はイスラエルの地に救い主として生まれましたが、パリサイ人や律法学者たちは心が宗教にとらわれてしまい、イエス様が行うある意味ぶっ飛んだ奇跡、見業にいちいち批判を言い、イエス様が神の子だということを信じることができず、しまいには神を冒涜していると言って、イエス様をとうとう十字架につけてしまいました。これが自己中心の怖さです。このことに私は最近気づかされました。私は人が発する目に見えない信号にとても敏感です。でもそれを自己中心的な考え方、捉え方で受け取ってしまうため、時を知り、正しく行うべきことを見失っていることに気づき、ハッとしました。ある時、ある方が私に発する信号を受け取っていましたが、私はお方こんなふうに受け取っていたのです。あの人は私が嫌いなのかな、あの人は私が好きなのかな、などと、そういった、低次元のところからしか物事を捉えることができなかったのです。だからつい嫌われていそうだからあまり話しかけないでおこうなどと考えたりしていました。しかし、ある朝祈りの中で聖霊様が勘違い、間違った自分よがりの情報を信じ込んでいるので、物事が正しく見えていないということを教えてくれました。つまりこれが自己中心であり、自己中心は物事を正しく捉えることができないので、他の人の必要を知ることができず、神のやってほしいと思っていることのタイミングを逃してしまうということでした。自分中心だと焦点がずれてしまうことを知りました。私は人の発する無言の信号、よく言われる空気を読むということなんですが、それがあまりにも敏感すぎて読みすぎて疲れてしまうので、ああもう思い過ごしだとスルーしようと努力してきました。でもこのことを通して神様がこのように敏感な特質を与えてくださったと知るようになりました。自己中心的な捉え方をすると自分が相手にどう思われているかということにとどまってしまいますが、相手の必要に気づく、聖霊様がその人に対して何をすべきなのか、それに気づくならば、私たちは神のタイミングでその人に助けを与えることができるのです。ですけれども、自分を捨て、日々自分の十字架を背負ってキリストについていくという言葉が心に浮かんだとき、ああこれは自己中心を捨て、神様に与えられた、今日与えられた任務を果たすために自分の十字架を背負うべきだなと思ったのです。これまでこの言葉は何度も読みました。ですが最近この言葉に肉がつき、血が通い、私の心に生きたものとなっていくのがわかるようになりました。人が罪を犯したとき、最も人にこびりつき悩ましたものは悪魔ではなく自我だということです。自我を明け渡さないと正しく見て正しく判断することに欠けてしまいます。
イエス様に似たものとして生きたいなら、自我を聖霊様に明け渡すこと、そうすることが最もシンプルな方法だと教えられました。そうするなら自分で頑張る必要はありません。聖霊様のアドバイスに従えばいいのです。それほど簡単でベストな方法はありません。人は他の人のために生きることで生きる価値を見出します。神様は私たち人をそのように作ったからです。年寄りが一番寂しいのは社会から必要とされないということだそうです。しかしボランティアを通して年配の方々は自分も必要とされていることに生きがいを感じて、心身ともに元気でいられるという報告を聞いたことがあります。人はお互いに必要とされる存在になれること、それが最高の生きがいであり、神様は私たちにそのような最高の生きがいを与えてくださっています。ですから私は自己中心的な考え方、捉え方を捨てて、誰かが私に対して発する信号を正しく受け取るために、聖霊様に聞き、聖霊様とのコラボレーションで誰かの必要に応えられるように、毎日がそれができるようにと祈っています。ある時マザーテレサが、今日誰かの役に立ててくださいと祈った祈りを読みました。その時に私もそのように祈り始めました。聖霊様の促しに敏感になりたいと思っています。それを始めた途端に、聖霊様はその時その時必ず誰かのために役立ててくださるようになりました。とても感謝な毎日です。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。この御言葉を思うとき、現代は自分が生きることに必死です。ですが自分しか見えないことが自分の身を滅ぼしているということなのです。自分のことばかりで辛い、苦しい、悲しいと感じるなら、少し向きを変えて他のところを見てみてください。これまでと違う風景が見えるはずです。あなたがやるべきことが見えるはずです。自分を捨て、日々十字架を背負ってキリストに従うということは、決して宗教ではなく、あなたが自分の命を救うことであり、力強く生きる術なのです。それではここでもう一曲お聴きいただきましょう。知念裕二さんでハレルヤ。あなたに捧げます、私のすべてを。心を沈めて歌うこの歌を、ハレルヤ、声を上げてあなたに届け、ハレルヤ、あなただけを愛します。の中でもがき続けて、断ち切れない時も歌うこの歌を、ハレルヤ、声を上げ
ただけを愛します。あなたは私を愛してくれた。私があなたを愛する前から、あなたは私を愛してくれた。今お聞きいただきました知念侑児さんのハレルヤですけれども、彼を私は本当に小さい時から知っています。本当に小さい子供でしたけれども、このように成長して神様の賛美を歌っているこの姿を見るときに本当に感慨深いものがあります。神様はこのように子供たちを成長させて主に仕えさせている。彼もまた自分を捨て主に仕えている一人です。ぜひ知念侑児さんの CD ありますので、フルーツラジオでも紹介しています。お聞きになってみてください。フルーツラジオいかがでしたでしょうか。神様は日々、私たちに発見を与えてくださいます。神様が私たちのために隠しておられることがたくさんあります。それを探すのはとても楽しくワクワクするものです。フルーツラジオではこのような神様が教えてくださる様々な新しい発見をお伝えできればと思っています。それではお別れの時間です。それではまた来週、皆様の上にイエス・キリストにある平安と喜びが与えられますようお祈りいたします。ご案内は中根美智子でした。さようなら。